Batch at Night 夜の白樺爆誕。はい、このチャンネルは私、平成元年生まれ無許可ロレックス正規店で GMT マスター2を購入する奇跡を話すチャンネルでございます。チャンネル登録、いいねの方よろしくお願いします。一皮むきます。白樺とか持ってるけどねというところでございます。はい、皆さんどうも、白樺男です。はい、ついに出ましたね、リークの、翌日に、はい、こちらグランドセイコー夜の白樺、こちらの方ね、出ております。黒カバとでも言いましょうか。本当に素晴らしいモデルがこちら、出ております。本当ね、情報をいただいてね、本当ありがとうございました。やはり皆さんのね、精度が高い情報、本当に素晴らしいなと思っております。で、またそのね、もらった情報の中で、まあコメント等あったんですけれども、まあさらに深いね、情報をいただいたので、さらに私今後ね、グランドセイカーとしてね、精度の高いリーク情報とかね、できるのではないかなと思っています。はい、それではね、夜の白樺みんなで見ていきましょう。はい、今回ね、出ましたね、夜の白樺でございます。前々から、まあ、非常にね、リーク情報いっぱい来てたんですけれども、ある程度ね、信憑性が高まってから私もね、出そうと思ったんですけれども、もう高まった次の日には、こういう風に、リリースされておりましたので、ありがとうございました。ズル向け情報部の皆様、最強すぎます。ありがとうございます。そしてね、世界中のグランドセイコーファンの方もね、こちらね、いろんな情報ね、ちょいちょい見せていただいたりとか、コメントとかね、来ておりましたので、うん、世界をつなぐグランドセイコー系 YouTuber、アンムケオです。ありがとうございます。またね、一人で2000万円以上ね、グランドセイコーをね、売っている、最強営業部なのでね、その辺もね、踏まえて、皆さんね、よろしくお願いしますということでございます。はい、それではグランドセイコー夜の白樺見ていきましょう。はい、こちらずっと出てますが、グランドセイコーエボリューション9コレクション SLGH017、 はい、出ましたね、これね、素晴らしい。見てください、このね、ちょっとね、ホームページでそこまでね、素晴らしさが全て伝わらないっていうのが、またこれはね、毎回言っていることにはなるんですけれども、まあこれもね、やっぱ綺麗ですよね。見てください、このザラつ研磨感ね、ね、サテン仕上げ感とかね、あと鏡面の部分もあったりとか、そしてこの雲上ダイヤル、素晴らしいですね。今回夜を表現しているというところで、これはね、人気出ると思いますよ。世界のグランドセイコーファンの方ね、こちら見てください。行きましょう、グランドセイコーエボリューション9 SLGH017、 はい、こちらニュー SLGH017 エボリューション9コレクション、お値段が121万円税込みとなっております。2022年8月発売予定ね、121万円です。これね、ちょっとね、値段が上がっていますね。この後に、その理由も、言っていくんですけれどもね、当初の機械式の SLGH005 の白樺に関しましては、こちらね、104万、5000円というところで、やはりちょっと値段がね、上がっているというところになっておりますね。はい。で、この製品は、グランドセイコーフラグシップブティック。うん。グランドセイコーブティックおよびグランドセイコーサロンでお取り扱いしていますというふうになっております。これね、サロン以上になりますね。はい、SLGH005 の白樺につきましては、こちらはね、マスターショップ以上ではもう売ってあったんですけれども、こちらね、サロン以上というところになってますね。ちょっとね、またね、グレードがちょっと上がってるような形になっておりますね。製品概要。ヤーンに浮かび上がる白樺林にインスパイアされたダイヤル。このモデルは白樺林をモチーフとしたダイヤルのモデル SLGH005 と同じエボリューション9デザインとメカニカルキャリバー QS 英語を採用し、ブラックダイヤルとダイヤル状のパターンで
夜の白樺林の雰囲気に仕上げています。グランド成功スタジオ雫石と同じ岩手県にあって、岩手県立自然公園に指定されている平庭高原には約400ヘクタールの広大な面積に約31万本の白樺が自生しています。エボリューション9コレクションならではの多面カットを施した堂々とした針と中心に溝の入った立体的なインデックスは優れた視認性につながるとともに、独特なダイヤルデザインにアクセントを添えています。またケースはザラツ研磨による歪みのない鏡面仕上げと繊細なヘアライン仕上げによって静かで調和の取れた光のグラデーションを生み出しています。さらに低い重心で設計されたケースと、ケース径の2分の1以上の広い幅で適切な厚さを持った安定感のあるブレスレットが手首にしっかりとフィットするようになっています。搭載しているメカニカルキャリバー QS85 はツインバレルによって従来の約2倍の高トルクを確保しながら、デュアルインパルス脱信機との連動によって80時間の連続駆動を実現します。従来よりも慣性モーメントの大きいテンプを採用したことにより、安定した精度を誇る十振動ムーブメントです。はい、皆さんこれめちゃくちゃ素晴らしいですね。本当にザラッツ研磨ね、ドイツのザラッツ兄弟が作ったあのぐるぐる回るあれでも職人さんが一つ一つけて磨き上げるんですよね。このザラツ研磨、そしてツインバレルもね、言われていました。動力が2つ、鋼箱っていうね、こう動力が2つあることによって、これね、もうトルクも出るしね、長時間。しかもこれ10振動って、これすごいんですよ、10振動って。ロレックスとかも 28,800 振動で、8振動って言われるんですけれども、こちら10振動ですから、意味としては1秒間に10振動。するんですよ。1秒間に10回針が動いてますからね。ね、ここが早いことによって精度が安定すると、はい、言われております。まあ、素晴らしいですね。ね、あと QS85 めちゃくちゃ綺麗です。これ今後もね、この後、紹介したいと思いますが、はい、水平輪列傾向やブレスが太いことも、またこのね、グランド成功白樺モデルのね、いいとこなんですよ。ね、ラグスポ感が出るんですよ。ブレスが太いことによって。はい、素晴らしいです。はい、スペック見ていきましょう。基本的に大きいところは変わらないんですけれども、まあ一番でかいとこ、すいません、大きい一番でかいとこは、こちらね、外装がブライトチタンとなっております。値段がね、上がったのも多分ここの、要因なのかなと思っております。チタン、めちゃくちゃ軽いですね。まあこれ口述するんですけれども、素晴らしい。はい、ケースサイズ、横40ミリ、縦47、厚さ 11.7 っていうのは、変わっておりません。元々の白樺と変わっておりません。ただね、ここね、ちょっと注目すべきなんですけれどもね、皆さん見てください。腕周りの長さが最長192ミリになっております、こちら。はい、192ミリ。もともとは190ミリだったんですけども、2ミリ長くなっております。世界の、グランド成功ファンの、外国人の方、おめでとうございますというところでございます。はい、ムーブメント。QS85 ですね。平均日差プラス5秒からマイナス3秒。まあこちらね、もちろん自動巻きとなっております。基本的なところは、変わってなく、携帯日差が、プラス8秒からマイナス1秒となっておりますね。正確ですね。はい、素晴らしいです。で、ファンクションズっていうところになるんですけれども、日常生活防水10気圧ね、耐磁性あり。はい、こちら重量が114g と、なっております。元々の白樺、こちらがね、178g となっておりますので、重さが変わってきてますね。軽くなっております。こちら実際ね、ちょっと重さだけではわかりませんので、手で取った時にどのぐらいの、感じになるのかっていうのを、ぜひね、皆さんね、見ていただきたいなと思います。はい。そして、その他のとこですけれども、ネジロック式リューズ。ここは変わらないんですが、はい、こちら。対メタルアレルギー、こちらの方ね、入っておりますね。おめでとうございます。ちょっとね、ステンレスが気になる方はまたこういうとこもね、いいのではないかなと思います。はい、スペック以上です。はい、それではね、ちょっとね、写真の方ね、見ていきたいなと思います。やはりちょっとね、ホームページの画像ではね、ちょっとね、
分かりづらいとこありますので、インスタグラムのアメリカ、インスタグラムの、USA の方でね、こちらね、実写の写真がこれ出ておりますね。皆さんこちらね、ぜひね、公式アカウント、フォローの方お願いします。わー、綺麗ですね。やはり素晴らしいですね。チタン感がちょっとありますよね。チタン感がありますね。チタン感が。でも磨きとか、形とか、もうこちらね、元々の白樺と全く変わらないようになっております。見てください。この大きいインデックス。新たなグランドセイコーのデザイン文法。はい、こちらの方がね、こういう風に出ております。ハイビート36,080アワー。こちらの方も入っておりますね。一つ一つのインデックス。こちらが磨き上げられている。そして、数字。ね。こちらもね、黒色になっておりますので、非常にね、素晴らしいですよね。針については、青焼きじゃないですね。今回は、夜の白樺林ということで、銀色の針になっております。またこれも統一性があって、めちゃめちゃかっこいいと思いますね。はい、こちら、QS 英語ムーブメントになります。見てください。この、素晴らしい見た目。これね、普通これブレスレットをここまで開かないんで、こんなに綺麗に取れないんですけれども、こちらね、やっぱり公式アカウントというところで、がっつり開いてね、見せていただいております。見てください。この下の方に2つのね、ゼンマイがあると思うんですけれども、こちらが、はい、ツインバレルですね。はい、こちらツインバレルで80時間パワーリザーブとね、受信度、こちらをね、実現しているというわけでございます。見てください。上のテンプ。これもね、受信度めちゃくちゃ動き早いですから、音もチチ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 チってめちゃくちゃ速くてね、本当に素晴らしい時計でございます。このテンプの内側にあるネジね、これフリースプラング方式と言いまして、また調整もね、めちゃくちゃしやすくなっているわけでございますね。素晴らしいですね。ほんとね、めっちゃこれ綺麗ですよ。もうここにね、私ちょっとね、惹かれたっていうのもあります。あ、裏蓋の周りね、タイタニウムって書いてありますね。やはり、素晴らしいですね。はい、こちらがね、拡大の映像になるんですけれども、あ、素晴らしいですよね。しっかりと、この深い彫りが入っておりまして、もうこれはもう雲上級じゃないのかなというふうに思っております。インデックスも一つ一つね、横の線とか入ってますね。いやー、仕事がやはり細かい、素晴らしい。針もね、銀色で統一されていて、非常に、かっこいいと思います。はい、皆さんもぜひね、グランドセイコーのインスタグラム、こちらのね、登録の方よろしくお願いします。やはり情報、ここが一番早かった。USA が早かったですね。はい、先ほども言ったんですけども、はい、こちら QS 英語のムーブメントです。まあ、文字盤も、さることながら、このムーブメントっていうのも、もうめちゃくちゃ最高のムーブメントですね。もうほとんど、言ったんですけれども、そうですね、ここのツインバレルや、ここのテンプ、本当に素晴らしい。で、すべてのね、機構を同じ階層に置く水平輪列機構によって、またこれ、薄さをね、表現しております。本当にこちらね、手乗り感が、素晴らしい時計になっておりますので、ぜひ皆さんね、一度、正規店でね、手に取ってみてはいかがですか。ちょっと私もね、本当にこれは見たいなと思いますので、8月発売までね、ちょっと行きたいなと思っております。はい、こちらが QS 英語ムーブメントです。まあ、こういうふうに、まあ、いろいろ、書いてありますので、ぜひね、皆さんも、気になる方は見てください。ちょっとね、なんか情報が減ってるような気もするんですけどね。もっと深いところの書いてある資料とかも私は持ってるんですけれども、まあまあまあ興味ある方こちらね見てください。QS 英語本当に素晴らしいムーブメントです。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今回出た、SLGH017 本当に、素晴らしい、時計であります。黒っていいですね。黒はいい、黒はめちゃくちゃいいと思います。相当使いやすいと思います。いや本当ね、めちゃくちゃ待ち遠しいですよね、8月発売となっております。もう来月には、はい、出てますからね。もしかするともう和光さんとかの方でもう見れるんじゃないですかね。こちらね、あれもう和光さんって言わないんですけどね、グランドセイコースタジオですか。いやー、素晴らしいですね。まあこのようにね、まあいろんな色がやはり出ておりますので、まあ今後もね、まあいろいろ
まあ、紺色とかもね、グランドセイコーカラーのちょっと青っぽいのとかもね出てほしいし、まあ紅葉ライブであったんですけれども、紅葉の季節の白樺林、赤樺とか、まあそれで言ったら黄色樺とかもね、黄樺とかもね、これ全然出る可能性あるじゃないですか。まあますますね、グランドセイコー、楽しくなってくるかなというふうに思います。まあ、グランドセイコー出しすぎじゃないかっていう話あるんですけれども、やっぱね今世界に、挑戦しているグランドセイコーですので、私はここはねもうしっかりと応援していきたいなと思いますので、ぜひ、この動画もね世界中に、届けますので、グランドセイコーさん、頑張ってくださいというところでございます。はい、本日はね新作グランドセイコーエボリューション9コレクション SLGH017 夜の白樺ね、こちらの方紹介してきました。ぜひ、気になる方、正規店行ってください。はい、本日そんな感じです。以上です。ムケムケ OK、 ではだ。はい、メンバーシップの皆様、動画上げたいと思います。すいません、ちょっとね今日画角とこの海の感じを